こんにちは、親父です。今日はね、珍しくフローリングのあるね、洋間の方で動画を撮ることにしました。今日のはね、今日の企画といいますか、今日は親父の押し入れのコーナーであります。こちらですね、今日紹介するのは、もうなんとなくこれを見ると分かる人は分かると思いますが、ちょっと開けてみたいと思います。はい、ってことでね、こちらウクレレでございます。キーが合ってるのかどうかはちょっとわからないですけど、多分このくらいの感じだと思います。私なぜウクレレを始めたかと言いますと何年ぐらいかな、多分ね、20代前半ぐらいだったような気がします。ともチャンネルのともちゃんとね、ウクレレブラザーズをね作ってメジャーデビューしていこうなんて話をしまして、でどこだっけ、お茶の水水道橋、あの楽器で有名な町がありますよね。そこまでね、わざわざ行きまして買ってきました。まあね、金額的にはね1980円ぐらいでね、そんなにいいもんじゃなかったと思います。まあデビュー後にね、まあデビュー後というか、デビューすることが決まればもっといいのをね買い替えていこうかなと、そんなような話をしてたと思います。でこちらね、一応ねこういうの買ったんですよ、ウクレレ入門、これを買いまして、あでね、これね、ここに CD がついてまして、この CD でね、キーとかわかるんで、これでキーを合わせたりとかしてたと思います。まあ、実際ね、まあ、ともちゃんとね、まあ、買った当初は、まあ、ちょっと公演とか行って、2人でこう練習しようねなんて話してたんですけど、なんかね、他にいろいろ多分ね、やってたことがあったと思うんで、あんまりね練習した覚えないんですよ、2人で。結局まあこういうの買って、ここで練習してて、で私自身もね、これ結構いろいろ課題曲というか、そういうの載ってるんですけど、あんまり好きなような曲がなかったんで、まあコードだけね一通り、まあ、コード書いてあるんで、コードだけ一通り覚えてね、何も弾くこともなく、多分ね1ヶ月も練習しないと思います。2週間ぐらい結構がっつりねやってたと思うんですけどね、そうだね、1ヶ月ぐらいし、1ヶ月は練習しないかなと思います。だからね、今自体もね、キーを覚えてるのはね3つしかありません。なるかな、うまく。この3つだけですね、この3つだけはね、この3つだけで曲を作ったんで、この3つだけは覚えてます。大した曲じゃないんですけど、まあこういうのを作って、まあそれでもね、まあ当時家族とかに披露した覚えはありますね。今もね、まだこれ結局ね、ちょこちょこの1年に1回2回ぐらいはね、押し入れに入れっぱなしじゃなくて、ちょっと日干ししたりして、まあ音鳴らしたりはあんまりしないんですけど、なんで割とね、物的には全然ね、悪くなってないと思う。だからね、ともちゃんの方もね、比較的このウクレレ自体が残ってればね、またやってもいいなと思ってるんですけどね。懐かしいな、ほんとね、まあ、ウクレレブラザーズとしてね、デビューできればまた面白かったんでしょうけど。ん？これあれですね、発行日が、出るかな、1998年ってことなんで、20歳前、っていうか20代前半ぐらいと思ってたんですけど、これで言うと半ばぐらいですね。で以前出したマジック・ザ・ギャザリングが1999年
半ば以降なんで、これが出てるのが1998年の12月なんで、ひょっとしたらかぶってたかもしれないですね。そっちの方でちょっと熱くなりすぎててウクレレは止まってしまったのかもしれませんね。いい音ですよね。だからウクレレ今でもやりたいなとも思うんですけど、なんかやっぱりね、可愛いお姉さんとかが教えてくれるならね、まあそういうね、うん、そういうのがあればね、やりたいなっていうのもね、なきにしもあらずなんですけど、はい。ってことでね、今日はね、親父の押し入れ、親父の押し入れにはね、ウクレレも入ってましたよっていう動画でした。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。